はい、皆さんこんにちは。プロスリー増刊号の時間がやってまいりました。そして本日も素敵なゲストにお越しいただいてます。 2AW より 2AW 無差別級選手権王者滝沢大志選手の登場です。滝沢選手、今日は来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。もう滝沢選手はプロレスデーにとってもう準レギュラーと言っても過言じゃないですか。結構久しぶりですよ、はい、久しぶりなんですけど、以前ね一緒にハンバーグのお店でもお祝いさせていただきましたけれども、はい、しかも今回チャンピオンになって、よし、はい、お越しいただいてるんで、やっぱり最多出場このプロレスデーにね来ていただいてるんで、またね今後ちょっと防衛を重ねていった暁にはまた何かお祝いしないといけないですよね。ぜひお願いします。いつでも待ってる。でもですね、前回一緒にハンバーグ屋さんに行った、その後ハンバーグ屋さんがですね協賛マッチをやってくれましたね。やってくれて、はい、あれ勝った選手にどれぐらいのあれハンバーグやってたんでしたっけ。あれ 1.5キロ。 1.5キロ。5キロですよ皆さん。その後食べに行かれたんですよね。美味しく、メンバーで3人ぐらいで食べに行きましたけどね、はい、やっぱりどうですか、その勝利者賞で実際買ってああいうものを食べるっていう喜びっていうのは。いただける肉は格別ですね。勝った後の肉は格別ですよ。やっぱ勝った後に食べるその勝利の味わいみたいなものが相まみ合って余計に美味しくなると。もう美味しかった。なるほどですね。知りました。ありがとうございます。そんな滝沢選手がですね、今度7月18日にグランドスラムイン後楽園ホール、こちらですね、なんと最強のチャレンジャーと言っても過言じゃない佐藤康平選手とのこちらタイトルマッチに、臨みます。この佐藤康平選手、まあ、前哨戦も振り返ってなんですけども、はい、もう滝沢選手、佐藤康平選手、やっぱ同じぐらいの身長ではあるんですけども、非常に見応えがある、歯応えがある、歯応えがある、手応えもある、手応えもある、そういうね、前哨戦も迎えられてますけど、まず康平選手を逆指名したいきさつみたいなところいかがなんでしょうか。まあそうですね、はい、ここ最近本当佐藤康平選手が、まあ、2AW に参戦していただいて、はい、まあ、参戦、せっかく参戦してるんだったら、うんうん、自分も対戦したいなと単純に思ったのと、まあ、その大日本去年の一騎当選で、はい、うん、まあ、僕シングルマッチしてるんですけど、はい、まあ、その時は意識飛ばされてもうちょっと惨めに負けてしまったっていう苦い思い出があるんで、うん、まあ、それをタイトルマッチで払拭したいなっていうのを気持ちも込めて逆指名しましたね。なるほど、はい、いやありがとうございます。しかもですね、去年のその大日本プロレスの一騎当選では本当に殺人エルボーと評されてましたけれども、そうです、本当エルボー一発で自分何したか覚えてないんで。やっぱり佐藤康平選手のエルボーというのは他の選手とだいぶ違うんですか。ああ、もう意識刈り取ってきますね。ああ、意識を刈り取る。はい、でもやっぱそれぐらいの破壊力なんですね。破壊力すごい。あ、なるほど。あと、まあ、エルボーだけじゃなくてキックの切れ味も重い。やっぱり他の選手もこの辺りもやっぱ違います。いや、もうサイズがもうとりあえず大きいんで、うん、一発一発の当たりの重さは全然やっぱ他の選手とは違います。やっぱ骨身に染みるというか。あ、中にきますね。あ、そうですか、うん、その分逆にですね、滝沢選手は佐藤康平選手のもう胸をですね鮮血に染まるぐらいチョップで前哨戦もですねされていましたけれども、やってやろうと思う。手応えの方はどうですか。ああいうその大型選手に向けての。いや、なんかやっぱ僕がやっぱりその自分より大きい相手に、はい、そのチョップをし慣れてないせいか、うんうん、やっぱりちょっといつもより、うん、なんて言うんだろう、まあ、体感で言うと質が違うんですよね。変わってきてしまって、うん、いつもだったら相手を、ね、打ち下ろすような打ち下ろす、はい、チョップを打つんですけれども、はい、やっぱ光栄選手だと打ち上げなきゃならない。打ち上げる。やっぱこれってこう慣れ感みたいなものがやっぱ違うんですか。いや、ちょっと当て感がちょっといつもと感覚違うなっていう感じがしますね。手応え的にはどうなんでしょう。やっぱり慣れてない分少しこうやりにくさがあるから。やりにくさはあるんですけど、ただちょっと光栄選手ちょっと体が平らなんで、うん、
当たればなると。なるほど。そういうタイプの選手って鳴らしやすいんです。あ、そうなんですね。まあでもね、前哨戦振り返ってももうダメージはくっきりと、手応えは相当残ってたと思うので。いや、もう本番はもっといきますよ。な、本番もっといく、あれ以上いくとなると小江選手も相当気合が入った、形で来られるんじゃないかな。あ、もうそれは覚悟の上で。なるほど、やり合います。じゃあもうお互いが骨身を削りながら戦うような試合になりそうだと。そうですね、はい。これしかもですね、今やっぱコロナ禍ということもあって声援も出せないし拍手しかできない中だからこそ、そのなんすかね、ゴツゴツしたあの打ち合い、うん、そういう生々しい音ももしかしたら聞こえちゃうかもしれないですね。これちょっと乾いた音みたいなものがなんかすごくそのプロレスの本当の意味での醍醐味みたいなものが感じられる試合になりそうですね、うん、まさしくですね。うわー、これはまあ本当に危ない危険な戦いが見られるんじゃないかなというふうに思います。はい、そしてですね、今回このキックとチョップの対決、骨身にしみるというところもあると思いますけども、先日のタンク永井選手との防衛戦後にですね、マイクを手に取って、まあ、竹澤選手が去年の大日本プロレス一期当選に上がらせていただいた時、佐藤浩平選手の殺人エルボーで記憶を飛ばされて負けているんですよと、うん、でもこうして強いやつを倒してさらに強くなった竹澤大使ならきっとあのめちゃくちゃ強い佐藤浩平を超えられると自分自身は信じておりますと、改めて3周年に向けて、タイトルマッチの最初佐藤浩平選手を、破っていよいよ腹の幕開けだということで、強いダブルの中央に座るのは竹澤大使だと、いうメッセージをですね出していただいてますので、まあ今度の試合相当気合が入って、うん、気合入ってます。これあのでもフリーに01からフリーになられた佐藤浩平選手も全日本プロレスに上がったり大日本に上がったり、そろそろタイトル欲しがってると思うんですよね。どうですかね。あ、もう虎視眈々とやっぱタイトルマッチに絡んできて、なおかついろんな団体のベルトをやっぱり欲しがっている、うん、そういう佐藤浩平選手を迎えるので非常に危険なタイトルマッチではあるなと。いや、リスクはもうもちろん承知の上で示させていただいたんで、はい、うん、まあ本当にそのベルトどの団体行ってもベルトに絡める実力がある持ち主であることはもう間違いないんで、はい、もうそれを打ち崩していかないとこのベルトの価値も上がっていかないし、うん、滝沢大使自身も上がっていけないなっていうのは思ってるんで。なるほど。ここは倒していかないと。この竹澤選手から見た佐藤浩平選手っていうのはどういう風なレスラーですか？いや、もうまず第一に本当その雰囲気でもうさっきまとってるなっていうのがもうビリビリ感じますね。本当にあのリングにインしてからの佇まいを見ると本当になんか怖いなっていう。いや、怖いなんかイメージが本当にさっき立ってるっていう分その表現がぴったりですね。いや、本当ですね。その癖あの SNS とかではなんか可愛いとかギャップがね、そのギャップがまた怖さをちょっとなるほど倍増させているイメージがあります、ね、なるほど。ね、私たちもやっぱり佐藤浩平選手が本当にそのオンとオフとのね差っていうものはすごい多いなっていうのもありますし、また佐藤浩平選手は本当にちょっとね日本人トップクラスのこうガラガラという声というかですね、聞きづらさがすごい選手の中では本当トップクラスだなと思うので試合後の佐藤浩平選手のやっぱり、バックステージコメントなんかは本当にね聞き取りづらいですよね。なんであのマイクでこうね、あの挑発合戦とかされてる時なんかでも少しちょっとこう入ってこない時なんかなかったりはしないですか？その辺も大丈夫ですか？まあ、なんかちょっと僕と対峙してる時はまだ冷静な感じの佐藤さんだったんで、うん、まあまだ聞き取れたんですけど、うん、それがこうでもそのガラガラにさせてからが勝負なんじゃないですか。確かに、はい、まだ冷静なんじゃないですか。なるほど。でもね、竹澤選手というともうやっぱり空中殺法も、はい、得意とされてる部分もありますし、うん、やっぱり今回もそういう引き出しみたいなものは全部出すのか、それとも骨身に染みる方の本当にバチバチの戦いに行くのか、どういう感じなんでしょうか？いや、もうまあ王チャンピオンとしては本当にその相手の土俵に立って倒したいなとは思ってはいるんですけども、
難しいところではありますね、正直。これはそうですね、まあ、相手側の出方を見ながら、まあ、王者としてその戦いに合わせていくのが、まあ、通常は王者の、ね、戦い方ではあると思いますけど、はい、今回は本当に歴戦の強者の佐藤剛平選手なので、はい、まあ、ある意味全ての滝沢選手を出して、うん、もうこう本当に僅差になるぐらいの対戦だったんじゃないかなと思うんですよね。まあ、でも本当間違いなく本当し結構意外とシンプルな戦いになるんじゃないかな、うん、なんかそういうよくある噛み合った攻防で見せる試合ではなくて、はい、もう本当に骨身に染みるというか、うん、肉を切らせて骨を断つようなそういうなんて説得力のあるプロレスがお見せできるんじゃないかなと、うん、これはね、なんすかね、やっぱり昭和のプロレスファンの皆さんはおそらくそういうのすごい好きですね。私もそういうのすごい好きです。ありがとうございます、はい、しかも滝沢選手と佐藤浩平選手なら間違いなく体をぶつけ合ってやっぱり手と足をぶつけ合うようなゴツゴツとした、あ、そういう試合ほどに見られそうな気がしてワクワクしてます。やりたいですね、はい、ということでですね、うん、もうこの試合はもう皆さんにとっても本当にもう殺伐とした、まあ、肉体を削り合うようなゴツゴツした試合を楽しみにされるといいんじゃないかなというふうに思います、はい、そしてその他の試合もですね、いろいろとご用意されていらっしゃいますので、皆さんですね、ぜひちょっと楽しみにしていただきたいと思っているんですけれども、また後ほどですねカードの方は発表となりますけれども、 2AW タッグ選手権、浅川選手と梶選手が今王者になっておりまして、吉田彩斗選手、吉野幸太郎選手を迎え撃つ一戦なんかもあります、うん、はい、そしてですね、真下選手と豊島選手が組んで勇選手、そして宮本優子選手、あ、すごい、この試合もですね、うん、まあ、真下さんと勇さんはねちょっとした因縁があるお二人なんで、うん、ちょっとした危険な試合になりますかね。楽しみですね。ちょっとね、やっぱりこの 2組ともタッグのスペシャリストの、うん、この熟練の選手たちなので、うまいですよこの人たちは。なので、まあ、タッグとしてももちろん面白いですし、ちょっとその昔を知ってるファンの皆さんなら、真下選手と勇選手のまた久しぶりの絡みが ね、そういう背景も楽しめると、はい、楽しみですし、そういう部分をですね皆さん楽しんでいただきたいなと思います、うん、まあ、それ以外のカードはですねまた追って、発表となりますけれども、まずはこの、7月18日後楽園ホール大会ですね、特にコロナ禍だからこそこのお二人の試合が音的な部分でもすごく楽しめそうな気がしますので、うん、ぜひですね皆さんこの試合楽しみにしてください。そして 2AW にとっては今 3年目ですよね。3年目ですねになりました、はい、もう 2AW の選手権王者としてはですね滝沢選手が、今第4代になります、はい、まあ、この防衛をどんどん重ねていってこのベルトの価値を上げるということでですね、はい、これからもぜひ頑張っていただきたいなと思います、はい、それでは3年目に向けてですね、はい、ファンの方に向けてのメッセージを流していただいて締めとしたいなと思いますのでよろしくお願いいたします、はい、そうですね、3年目の 2AW 初のビッグマッチということで佐藤浩平選手と戦うんですけれども、もう本当僕的にはある意味なんか 2AW らしくないタイトルマッチになるんじゃないかなと思ってます。体と体がぶつかり合う生々しい音が聞こえる壮絶なタイトルマッチ、どうぞご期待ください。ということでですね、7月18日、皆さんぜひよろしくお願いします。それでは滝沢選手、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、こちらでそれでは失礼します。ありがとうございました。